味はやる？紅白ならやるんやけどな、いつなのね。タコパー？いや別に、そうそう、でもなんならないの。俺明日自転車買いに行こう。よっしゃ。本当に紅白やるなら宣伝ちゃんとして。え、もう集まんなかったらもう終わり。マイクロフォンミューテッド、マイクロフォンアクティベーテッド。今回は立て、斧立てた、斧じゃない、なんで斧立て単語にしてくんの。俺斧立て単語言いたいのに、斧立て単語じゃないですね。これ消さなきゃ。集まんなかったらもうそれでいいよ。この105人で集まんなかったらもういい。それか、あれでもいいけどね。ママチャリ、バッジはママチャリじゃない、ロードバイク買おうかな。ロードにしようかなって10万出して買おうかな。10万ってパクられたら痛いよなって。5万ぐらいのさ、なんだっけ、マウンテンバイクじゃねえや、ロードじゃないやつでもいいかなと思ったんだけど、いいやって。分かんない、買わないかもしれない。買うか言って買わないのが俺だから。アマゾンのマグカップどう？クロス、でかいでかい、あのマグカップ、そう、クロスバイク、あれいいよ、あれでかい、めっちゃいっぱい貼る。これはクロックだ、ちゃう、テッキーズか、テッチーズだ、テッチーズ。ブロッキングはこれは中マソロードは微妙だから、クロスバイク買っとき。妖精おじさん、マジ、いやけど10万でいいかなと思うんだよ。いやみんなロードなんだよね。いやクロスでもいいかな。いやわかんない、もうわかんないんだ、もう乗りで買うわ。10万は見た目ですぐわかるから、パクリ業者に目つけられるよ。マジ？じゃあやめよ。マイクロフォンミューテッド、マイクロフォンアクティブ。なんだなんだ、なんかこれ自分囲まれてる。これ囲んでるじゃない、囲まれてるんじゃない。痛い、ダメージ、手痛い、ダメージ食らったぞ。 ディナイのメッセージです。失敗してるし、ガラガラじゃねえかよ。俺のターン。チャリパクリマン、ほんと死んでほしい。なあ、だから、8000円のママチャリすらパクられる世の中。ああ、ほんとだよ。この分寒くなる時期に買ってどうするん。いや、なんかいいなと思って。じゃあやめるわ、もう一生買わね。あ、3番取ってますね。こっちはコロコロですね。昨日ね、どこだったっけな、どっかのチーム、ヘルライザーだったかな。がなんか2番取って、ここでやってて、で、同じ日本人とは思えないわ、ピノイカセ。一生買うなよ。なんだこれ、やれない。いや本当だよな、チャリパクは本当やめろって。もうなんか何してる、何してる、何してるか分かんない。チャリの話したから、これ自分でやったの、自分で囲んだの。出ちゃったんだ外に。お互いラストヒットはペロンボイが勝ってますね。頑張れノーフ。これ空手チャンピオン、空手チャンピオン VS 出稼ぎ労働者、田舎から出てきました。声優1パンチ、ワルスパンチのジェムなんてハマってないよな、ハマってるやついないよな、多分ないですね。何買ってる、何買った。これ後出し雪玉の方が強くない、わかんない、もうそれは彼らが答えを教えてくれるでしょう。これボトル買うんじゃないかな、また命令の時は前出るから帰ったんかな。チャリンコサドルだけパクられて帰りにそのチャリの姿見て爆笑したことならある。いやマジパクるやつ最低やだよな。しかもさ、ロードバイクとかさ、すげえ軽いの売りにしてるくせにさ、パクられるからさ、すげえ重たい重たいチェーン持たなきゃいけない。もうほんま転倒じゃねえかよって思う。盾あるから強気に殴りに行くけど、この盾って意味あるのかな、どうなんだろう。ブレイサー買ったぞ。ブレイサーにはねプラス3ダメージがつきます。ボトルコーテます。もうこれワルスパンチレベル6勝負やな。ワルスパンチ取ってからが勝負やな。雪玉取らないね、雪玉取らないね。雪玉はね回避もできるからな、けどこれ結構長いでしょ、10秒あるでしょ。雪玉で回避しきれないんだよね。なんか連れてきたぞ、コブン連れてきた、雪国だ、仕掛けだ。パクったやつがいかにもな感じの中学生でいろいろさせた。何やねんこれ、クロスバイクは盗まれにくいぜ。なんなんだよこれ、電動そんなあるんだ。市販レベルのチェーンだと市販で売ってるチェーンカッターで普通にらしいね。ごついのでもダメらしいね。なあ、それ聞いてからなんかやだなって思う。乗っていけないじゃん。家の駐輪場からチャリパクられてスカートに変えてきたことある。そんなあるんだ。日なかげなし、返してきなさいって言われたのかな。
なんでこんなチャリの話してるの？切れる切れないわ。ああ、そうなんだ、やっぱり。そしたらさ、せっかく軽いチャリ乗ってんのにさ、すげえ重いのつけなきゃいけないでしょ。これはなんだ、行かないのか。ラストイット、ラストイットないよね。ディナーいっぱいの散歩。これええな。逆に子供っぽいチャリにすれば。何、トゲトゲついてるやつにしたらいいの。あー、届かない。なんかエリンジもしかして単勝なんじゃない。なんかいつも単勝な気がする。彼単勝だろ。キティちゃんの絵が描かれてる。うーん、当てていく。転がるか。転がらない。キティちゃん、俺ボードにキティちゃんのシール貼ってるよ。なんかあい、お菓子についてたやつ。あとスティールシリーズのシールも貼ってある俺確か。あとなんかワンピースのお菓子に入ってたルフィのシールも貼ってある。カービィ色の自転車欲しい。ピンク？ダセーな。おい、何も起きないぞ。早くレベル6なってくれや。あ、なってんじゃん。使用料金けど、お互い HP そこそこあるからな。あ、これは、これは、結構食らったぞ。もうマジックで名前書いてくる。なんなんこれ。外出ちゃった。あ、なんなんこれ。大迷路じゃねえかよ。振り上げた拳。そのための拳。エロブの負け。カウンターだ。セビキャーかな。マジックで名前書く。パンチするんか。パンチするんか。パンチ上がるの早いのはヘロブだ。転がっていって。パンチ上がらない。なんなん君ら。結構汚ねえ戦いだな。雪が泥になるもっと使ったドロンコ大作戦になる。なんだこれ。どっちも、どっちも次ワンパンで決めれるって思ってる。あ、こっちはこれ一発だけだな。マナ的にもこれ一発だな。エロンボーイは二発撃てるぞ。タンゴ、これもある。こっちの方が物資いっぱいある。行くのか？行かないのか？どっちなんだい？これ、見つかったらやれるからな。いけないんだよね。これ視界取れないでしょ、今。そうなるといけないよね。てか、マナが足んないんだよね。全部撃つコンボ。さあ、ルーン取りに行く。これは賢かったですね。経験値つってルーン取りに行く。ヘロムボーイは上行くでしょう。ボット行ったの多分分かってると思う。これはタスクにしては美味しい。いいの取った。もう一個取られるんじゃない。早く行かないと。ヘロムボーイ早く行って。かけてきてる、かけてきてる、追っかけてきてる。2番投げるか、投げるか。昇竜拳する。昇竜拳来るか。氷ね、氷出して。昇竜拳、逃げろ逃げろ。ゴロ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 。勝利券するか？しない。あ、勝利券使ってた。あ、勝利券した。あ、転がった。ナイス。これはうまい。けどずっと隠れてる。これ、あ、こいつに使ったんだね。こいつに使わずにここにつけて回避したんだね。早くスタンさせたらいいのにと思った。そんなことじゃなかったんだね。これクレバーでしたね。僕だったらパニックしてこいつだけってますね。やっぱね、このゲームクレバーなやつが勝つから。フェイズブーツ買うて。これはブレイザーと靴。お金的にはヘロンボーイのが勝ってるね。格ゲーになってんだけど、格ゲー。パンチ力で言えばヘロンボーイの方があるんじゃない、これ。さあ、一撃の重さはヘロンボーイ。でもう弾も打てないで、これ牽制もできません。あと3分、あと3分。いや、もうこのままだとヘロンボーイの勝ちやで。正直何起こってるか分かんないから、有利な方が勝ちや。8分ルーンで勝負が決まるかな。仕掛けられるのはヘロンボーイ。エリンジはもう経験値するしかない。何もできない。あー、これは昇竜拳じゃない。転がして。昇竜拳しない。昇竜拳した。で、もっぱつ殴って昇竜拳反撃。あー、終わった。よく分かんなかったわ。タワーのダメージをうまく使えたらよかったけど、あれだったな。なんで勝ったんこれ、ヘロンボーイ。ラストヒットのさ、やっぱね、ラストヒット大事じゃない。これハラスも大事だけど、ラストヒットも大事だよな。で、あとルーンか。だって正直さ、手数多い方が勝ちでしょ。ボトルとあれで。格ゲーじゃねえか。終わり。あと、22時半。やっぱり序盤のお金だな。そうだね。あとボトル大事だよな。タスク君あれだね。アースシェイク、アースシェイク、アーススピリット、タスクとか結構ありだったね。で、結構なんか10分ぐらいいくかなと思って結構早く終わったよね。まあいいんじゃないですかね。10分経ったら。これは知らない。こんな時間に食うね。やめとけよ。結構面白かった。面白かったね。いや、見てる方も面白かったですね。
これ何かに使えるかもしれませんね。ありがとう。ありがとう。ありがとうって伝えたくて。ちょ、パッジはやりたいんだけど。